こんにちは、カコライフです。いつもご視聴いただきありがとうございます。藤井風さんのスタジアムライブが、終わって早1週間経ちました。あ、動画だけど、ママ動画だけど、いろんなことがありましたけど、本当に台風で中止になることもなく、無事に14万人が、藤井風さんのライブを鑑賞することができたということが、本当にもう、ありがたいことだと思います。感謝申し上げます。本当に、もう行けて、藤井風さんのライブに行けたことが、もうどんなにこの時代に貴重なことなのかということが、本当よくわかります。ありがとうございます。感謝申し上げます。いや、本当に夢のような、一日を過ごさせていただきました。スタジアム内はテーマパークのように楽しいものがいっぱいありまして、本当に満喫させていただきました。ちょっと暑かったんですけれど、この暑さもいい思い出となります。その後すぐ八ヶ岳に、犬とちょっと旅行に行ったんですけれど、なんと23度でした。この日は確か35度まではいかなかったけど、かなり暑い日だったので、いやもうねえ、まあ若い方はね、暑さは全然気にならないと思いますけども、おばさんにとってはもういや、でも乗り切れたのがまた自信にもなりましたので、もう本当に最高な、きっとね、風さんのスタッフ、今で撮れてないよ動画、まだダンサーとかバンドの方々もね、次のアジアツアーに向けてきっと休養を取られているのかななんて勝手に思いながら、本当にお疲れ様でした。いいんじゃないですか。もう私はちょっと風の幸せで時間でところがあって、いや、行けるかわからないんですけど、チケット取れなくてもいつも行くところなので多分行ってます。なので、まあ楽しみにしております。じゃあステッカーと水も合わせて返させていただきます。お水作ってよ。お水作ってますけれど、本当にカレー美味しかったです。はい、どうも、ね、本当に暑いから多分カレーは食べれないなって思っていたんですけれど、まあ本当にそんなに暑かったせいかそんなに混んでなかったので、並ばずいただくことができまして、本当に良かったです。一応これが総集編という形で、撮ってきたものを全部つなげてみました。ちょっと著作権とかいろいろアップできるのか、ちょっと詳しいことがよくわからないです。アップできるか分かりませんけれど、本当にワーキングハード、私の一押しの曲を最後に歌ってきましたので、ぜひ本当に素晴らしいステージをありがとうございました。
ください。